アルファイズムです AI が生徒一人一人の弱点を可視化学力アップにつなげます静寂の教室生徒はイヤホンをつけタブレット端末に視線を送るだけ200もの教室が導入待ちという新たな学習の形とは 都内の予備校で行われていた集団授業。とはいえタブレットを覗いてみると科目や教材は生徒ごとにそれぞれ違います。これは「頭プラス」というオーダーメイド型の授業生徒一人一人の理解度に合わせ AI が先生となり自分専用のカリキュラムを作成提供してくれます。 例えば数学の二次方程式理解するまでには小学校の通文や訳文などから54の単元が複雑に関連しています「頭プラス」では診断テストを行い AI が一人一人のつまずきの場所を特定どこがわからないかを可視化してくれます A:2=7:14。 外交の席と内交の席は等しいので、14A かける7必要なところを必要なだけ学習することで、最短で基礎学力を身につけることが可能になりました効率的に素早く、なんか自分のできないところだけできるようになっていって、点数が伸びていきやすいかなって。 基礎学力を AI が教えることで、講師の役割も変化しています。AI は生徒のリアルタイムの学習状況も常に分析。それに基づくコーチングのタイミングを講師のタブレット上に表示します。 この思考が解けたなみたいなのを、ちょい、今覚えたじゃん、次出てきたとき、それ間違いないから、そういうふうに蓄積していけば大丈夫だから生徒のモチベーションアップや、勉強の仕方のサポート役に回っていました AI による個別最適化の授業というのは、あ,のある種ですね、あのまあ、どんどんこう苦手をです、ね、あの特定して、そこに対してあの、まあ、学年をです、ね、どんどん遡っていくんですね。 で、こう遡っていくという作業は、ある種生徒にとってはとても不安な作業なですね。こういう時に、遡ることの意味や意義価値。そういったものを動機づけたり、勇気づけたり、こういうことをやっぱり横にいる大人がしっかりと指南してあげることが。本当にあの思いのほか重要であると。東大卒初のベンチャー企業が開発した次世代の学習システム。開発した稲田社長は、その意義をこう語ります。これからの社会で。 活躍するのに必要な力を身につける教育だとかテクノロジーの活用とかいう意味では実は日本は後進国になっているなと思ってこのままだと日本が負けちゃう日本に良くないなと思って新しい教育を日本真面目なきゃいけないなと思っています基礎学力習得にかかる時間を短くすることで時間が余るので余った時間で社会で生きる力を習得してもらいたいなと思っています